この法務委員会で筆頭理事として、この治安の問題、死刑の問題について、ずっと議論をされてきた、平岡議員がですね、この選挙において、こういうことについて一切口を封じていたというのは、私は全く納得ができない部分があるかと思います。時間がもう間もなく経過をしてしまいますので、後で、私の持ち時間もうワンピリオドありますので、残りの質疑はそちらの方に委ねたいと思いますが、給付制の問題についてお伺いしたいと思います。放送の卵、司法修習生の給付なわけですけれども、従来国が司法修習生の生活資金を、公費の給付で賄っていたところ、平成22年の11月から無利息の貸与制となるはずだった。しかしながら、さまざまな考慮の結果、議員立法によって1年間の給付制の延長ということになっていたわけです。先ほどちょっとお話がありましたが、衆議院の法務委員会では平成23年の10月31日までに、所要の検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることという付帯決議をされています。今日は10月25日、10月31日まであと6日間であります。法務省としてどのような検討をされたのか お伺いしたいと思います。平岡大臣。先ほど来からいろいろとお話出ておりますけれども、法務省の中ではですね、放送の要請に関するフォーラムというところでですね、まさに法務委員会のこの法務委員会のですね、決議をしっかりと受け止めるための議論を積み重ねてまいりまして、8月にそのフォーラムで第一取りまとめというものが出ました。そこの中身はですね、対応性は対応性でありますけれども、決議の法務委員会の決議の中にも示されているように、司法修習が終わった方々のですね、経済的状況というものをしっかりと踏まえた、制度にすべきであるということで、司法修習終了後5年経ったところで返済が開始されるわけでありますけれども、その時のその人の経済情勢という状況というものをしっかりと踏まえた制度であるべきだということで、そのために必要な法案の提出の準備を今させていただいているということでございます。柴山君。先ほども少し大口委員の方からもお話があったんですけれどもね、あまりにも使用抹殺、美法的な検討に、歪償化されているんじゃないかというように言わざるを得ません。この法制要請フォーラムはですね、今の給付制、貸与制の問題というものは、放送要請トータルパッケージの一局面として総合的な検討を加えるという形で発足をしているはずなんです。にもかかわらず、この、期限間際になってですね、その、対応性の、経済的な、困窮の状況について、ちょこちょこっと検討してですね、それで今回法案を出そうとしている。この法案にも私はいろいろな議論をすべき論点があると思っていますよ。そのについてはこの後の質疑で、突っ込ませていただきたいと思いますので、私の持ち時間過ぎましたので、ひとまずここで終了とさせていただきます。ありがとうございました。